ルックアモカです。こんにちは。今日はですね、100均のクレヨンを使って宝石クレヨンを作っていきたいと思います。いつものお絵かきがもっと楽しくなるので、ぜひ一緒にやってみてください。プレゼントにしてもとっても可愛いので、最後に100均のものだけでできる可愛いラッピングも紹介するので、ぜひ最後まで見てみてください。それではモカちゃんタイムスタート。はい、それではまずはね、100均のクレヨンを紹介したいと思います。今回はこの4種類で比較しながら作っていきます。まずはこちら、オイルパステルクレヨンです。こんな感じの色味になってます。ちょっと変わったメタリック6色、ネオン6色が入っております。こんな感じですね。メタリックカラーなので、今回のちょっと宝石に一番合うかなと思って、これを使ってみたいと思います。エントリーナンバー2、三角クレヨンです。こちらのクレヨンは形がね、三角になっていて、持ちやすいクレヨンになっております。エントリーナンバー3、水で拭けるクレヨンです。はい、こちらはちょっと色はね少ないんですけども、机とかに描いてしまっても水でささっと拭けば簡単に消えるクレヨンになっております。これはね、芯も柔らかくてすごく描きやすいです。で、入ってるものとか少し違いがあるので、こちらでも試してみたいと思います。エントリーナンバー4、オイルパステルクレヨンです。中身はこんな感じになっております。全部材料がちょいちょい違ったりするので、どれが一番ね、今回作るクレヨンに合ってるかなっていうのを試したいので、こちらの4種類でやっていきたいと思います。なんかクレヨンこうやって並べるとめちゃくちゃ可愛いね。はい、そして今回タイトルにも書いた通り、宝石型にしたいと思います。こんな感じで可愛く宝石型になるシリコンを使っていきます。でね、注意点なんですけど、クレヨンを入れて溶かしたら食べ物を入れてまた再利用するってことができないので、クレヨンを入れて溶かすためだけに使ってください。で、あとはね、こういったキラキラのラメも入れてみようかなと思います。入れないものと入れるものを作って比較していきます。今回宝石がテーマなので、キラキラにしたら可愛くて子供たちもテンション上がるんじゃないかなと思います。はい、それでは作っていきましょう。オイルパステルクレヨンをポキポキと折って、この中に詰めていきたいと思います。ちょっとこれね、まだ新しめなのでもったいないかなって思う人もいると思うんですけど、みんなは使い古したクレヨンとか折れちゃって短くて使えないっていうクレヨンを使ってみてください。まずはね、この紙を剥がしていきます。綺麗な色、先にどんな感じか描いてみようかな。おー、めちゃくちゃ綺麗。これを折ってこの中に詰めていきます。はい、こんな感じで詰めることができました。ちょっとてんこ盛りになるくらいで大丈夫です。で、こちらを電子レンジで500ワットで8分ほど温めていきます。溶けてなかったら様子を見ながら少しずつ温める秒数を足してみてください。それではチンしてきます。すごいキラキラしてる。運ぶ時に溢れちゃったんですけども、こんな感じで綺麗にできてます。あ、ラメ入れるの忘れた。本当はね、ラメを入れてからクレヨンを入れたかったんですけども、ちょっと上から入れてみようかな。3つだけラメを入れてみました。満タンに入れてもちょっと、なんかもうちょっともっさり入れてもいいかもなって思います。ではこれを冷ましていきましょう。はい、熱を取ったものがこちらになります。出してみよう。じゃじゃーん、こんな感じになりました。かわいい。はい、こんな感じです。ラメを入れた部分はキラキラキラーって光ってますね。かわいい、綺麗。キラ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 ーっていいね。このラメを触っても手にはつかなそうですね。まあクレヨンがちょっとつくけど、そんなにラメラメになっちゃうこともなさそうなので、いいですね。かわいい。じゃあちょっとこれでお絵描きをしてみよう。はい、ではこのさっきね、試し描きをしたオイルパステルの部分、一緒に描いてみたいと思います。こっから描くとオレンジで、こっちから描くと黄色だ。あ、これ綺麗、混ざってるの。こんな感じで、あ、描いてもラメになって可愛いね。わ、すごい綺麗。ちょっと色が混ざってる感じで、2色で重ねたってよりかは本当にちゃんとグラデーションになってて可愛いですね。いいね、いいね。よし、じゃあ次、三角クレヨンもやってみよう。
続いては三角クレヨンです。はい、剥がし終わりました。こちらもね、全部砕いて入れていきたいと思います。こういう太めのクレヨンはちょっとこうガーッと一周傷を入れてからポキッと折ると簡単に折れます。ちょっと次は忘れないように先にラメを入れておこうかな。白のラメ、よし、では入れていきましょう。さっきの反省を生かしてもうちょっと満パンに入れていきます。はい、こんな感じでてんこ盛りに入れてきましたので、500ワットで8分間チンしてきます。すごい溢れてる。はい、こんな感じで可愛くできました。お、いいね。ラメがちょっと固まりすぎちゃったけど、ここにキラキラと入っています。白のラメは多少見えるね。はい、こんな感じ。よし、じゃあ描いてみよう。はい、三角クレヨンですね。青と白が混ざった感じの色ですね。あ、これかわいい。たまに紫が出てくる感じでかわいい。この色好き。これもまたいい色。なんか美味しそう。レモンライムって感じかわいい。予測ができない色が出るのでとっても楽しいです。はい、続いては水で拭けるクレヨンです。はい、ちょっとこれはクレヨンがね少ないので4つでやります。で、あとボキボキと折った時に出た削りカスもちょっとここに入れてやってみようかな。これすごい色になりそう。はい、こんな感じでこっち4つが水で拭けるクレヨンです。で、こっちがねすんごいいろんな色が混ざってるクレヨンです。はい、ではチンしていきます。こんな感じになりました。一番匂いがあれかもな、強いかも。冷やしていきたいと思います。冷めたので外していきたいと思います。こんな感じになりました。え、これ意外と混ざってなくて可愛い。いいね。どんな色になるんでしょうか。描いたら全色混ぜたやつ意外といいよ。これ裏側見たら全部混ざっちゃったかなって思ったけど、いいね。よし、描いてみよう。エメラルドグリーンみたいな色を描きます。わー、綺麗。え、めちゃくちゃ綺麗。いい感じの色になってます。ではこの色、うわ、すごい色。普通のクレヨンでは出ない色。全部のクレヨンを混ぜたこのまがまがしい色、描いてみよう。うわー、すごい。何この色。うわ、すごい。レインボーカラー。結構細かく砕いて入れるのもいいかもしれない。はい、こんな感じでできました。さあ、最後にパステルクレヨンやっていきましょう。はい、続いて最後はオイルパステルクレヨンです。はい、パステルクレヨンを温めてきました。はい、ではこれを冷やしていきます。はい、ということでパステルクレヨン固まったのがこちらになります。え、一番綺麗かも。はい、ということでこんな感じになりました。お、いいね。私このピンクと水色のやつ好きだ。かわいい。はい、ちょっとスペースが少ないんだけども描いてみましょう。あ、かわいい。オレンジとピンク。お、なんかすごい。オレンジと青もかわいいね。はい、こんな感じで普通のクレヨンの時と混ぜてマーブルクレヨンにした時の色合いが変わっていて、描くごとにねどんな色が出てくるかわからないので、とってもワクワクしながらお絵かきをすることができます。ぜひね作ってみてください。はい、ではねお友達とかにプレゼントできるようにラッピングをしていきたいと思います。透明のラッピング用の袋を買い忘れてしまったので、この A4 のねファイルの袋をちょっと使っていきたいと思います。じゃあまずこのファイルの袋を好きなサイズに切っていきます。まあ適当にクレヨンが入るくらいのサイズで OK です。そして中に入れる紙を選びます。これでこの中にこんな感じで入れるので、この大きさに切ります。はい、そして切ったら中に紙を入れて、ここペラペラと開いちゃってるので折り曲げてテープで貼ります。この作業は透明のラッピング袋を買えば、ここはもうね閉じてるので必要ないのでね、まあ私の場合はやってます。
そしたらこの中に宝石のクレヨンを入れていきます。はい、こんな感じで入れたら、あとはこの上のね蓋を閉じます。このさっき余った折り紙をこんな感じで折って、よいしょ、ここにかぶせてホチキスで留めます。はい、でちょっとねお店風にしたい場合は穴開けパンチで真ん中に穴をこんな感じで開けると、商品を並べるときに穴が開いてるので、こんな感じでちょっとお店っぽくなります。はい、こんな感じでラッピングができました。これでねお友達に渡したりとか、なんかねプレゼントとかするといいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、最後にこんな感じで全てラッピングをしました。ラッピングもね折り紙とこの透明の袋があればとても簡単にできるので、ぜひやってみてください。ちょっと売り物みたいにできたかなと思います。可愛いよね、これもらったらちょっと嬉しくない？お友達同士で渡してみたりとか、実習のねプレゼントとかもしっかりとね許可をもらって OK であればたくさん作っても可愛いんじゃないかなと思います。はい、ということでとっても可愛くラッピングすることができました。私の一番のおすすめはやっぱりこのネオンカラーのクレヨンなので、ぜひねこれでやってみてください。とっても可愛い色合いで、プレゼント包装した時もとっても綺麗です。はい、ということでこちらの宝石クレヨン作ってみたいな、可愛いなって思ってくださった方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。